4号艇三浦絵里選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さて準優勝戦を振り返ってみまして、まずはスタートなんですけれども、あれは完全に失敗しました。スタート、起こしがちょっと遅れた感じだったんでしょうか。いや早く起こしすぎて、はい、あ逆に掘ったら掘りすぎて、なるほど。ですがその後の展開はさすがという感じでしたけれども、まあ、たまたま、はい。今節3日目にリング交換もありましたけれども、船足の方は現状いかがでしょう。足は多分普通ぐらいは行ってるんですけど、乗ってる感じが全然来なくて、はい、試運転ではいいけどっておっしゃってますね。試運転ではいいかなと思って行ってるんですけど、レース行くとなんか違いますね。そのあたりが今日もまだ改善されていない感じですかね、はい、では明日もまたそのあたりを求めて。そうですね、もうダッシュになったんでちょっと思い切って行ってみようかなと思ってます。今ダッシュになったんでっていうお話ありましたが、では4コース稼働想定でができたら、はい、理想です。はい、ダッシュのスタートタイミングいかがでしょうか。今日は全速で行けたんですけど、はい、明日ももちろん全速で。そうですね、はい、はいはい、では最後になりますけれども、ファンの皆様に一言お願いいたします。はい、今日はすみませんでした。明日一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。